男子 5000m C のレースが始まりました。この男子 5000m C には22人が出場しています。目標タイムが13分15秒ということで、1周あたり 63.6 秒という目標タイムになっています。日本選手権の申し込み資格記録が13分36秒ということで、それを上回る非常に速いレース展開となりそうですね。そうですね。そういう意味では外国人選手が積極的に行って記録を狙いに行きますので、はい、そこに日本人選手が絡んでいっていい記録が出せればというふうに思ってますね。やはりスーッとまず先頭に出てきたのがナンバーカード74、中国電力のウガンガ・ワウエルです。こういった外国人選手たちのスピードにしっかりとついていって、実力のある5人の日本人選手たちがどれだけタイムを伸ばすことができるでしょうか。13分15秒という非常に速い目標でレースを進めていくこの 5000m C、 最初の1周63秒40、ほとんど設定通りの入りとなりました。先頭はガンガ・ワウエル、そしてその後ろナンバーカード71、スバルのロノ・シャドラック、ケニア出身の18歳です。そしてその後ろにはナンバーカード75、コリル・フェニックス、出場している選手の中で一番速い13分7秒99という持ちタイムを持っています。やはりまずはスピードのある外国人選手たちが前に出て引っ張るという展開。日本人選手たちは中盤から後ろにかけてしっかり食らいついていく展開となっています。西さん、緑の電子ペーサーよりもゆっくりめのレース展開となってますね。そうですね。最初の1周目は速かったんですけど、ちょっと2周目をですね、ちょっと様子を見た感じですよね。はい、今の1周が65秒44ということで、やはり少しペースが落ちています。先頭はロノ・シャドラック、そしてこの高速レースに果敢に挑んできている日本人選手たち。日本人選手の中で前の方にいるのがナンバーカード56、 SG ホールディングス1年目の石原翔太郎です。この石原は日本選手権を目標にこのレースで自己ベスト13分25秒あたりを狙っていきたい、前半から外国人選手にしっかりついていって後半勝負していきたいというふうに話していました。まあ、石原もこれからが非常に楽しみな選手の一人ですよね。そうですね。高校大学と非常にこう日の当たるところで、結果を出してきましたので、はい、まあ、これからの成長も非常に楽しみですよね。うん、去年のワールドユニバーシティゲームズで4位に入りました。このゴールデンゲームズは初めての出場です。今 1200m を通過してきました。3分12秒62、今の1周が63秒50ということで、また少しペースは上がってきています。まあ、こういったペースの上げ下げというのにも対応していかないといけないですね。そうですよね。ペースメーカーがいませんので、はい、そういう意味ではそういうペースの上げ下げありますけど、うん、まあ、その中でどう我慢して結果を出すかですよね。うん、依然として先頭はロノ・シャドラック、そして真ん中あたりでしょうか、上がってきているのが順天堂大学の吉岡弘人、長野県出身の19歳です。吉岡はしっかり勝負できればおのずとタイムはついてくるので、目の前の勝負に集中して走りたい、これまではラスト勝負の前にきつくなってしまう場面が多かったので、純粋にラスト勝負の楽しさ、競り合うことの面白さを味わいながら一番を目指して走りたいというふうに昨日語っていました。ここまで、まあ、前の方につけてしっかり狙い通りのレースをしているのではないでしょうか。順天堂大学の2年生吉岡弘人です。今の1周も63秒86という手元の時計でのタイムでした。まあ、依然として緑の電子ペーサーよりも後ろの方でレースは進んでいます。この男子 5000m C は緑のライトが13分5秒15秒、赤のライトが13分25秒、白のライトが13分35秒というペースを表しています。はい、今一人選手がレースを離れました。
やはり外国人選手たちのスピードのあるレース、苦しくなってきている選手も徐々に出始めました。そんな中でしっかりまだ吉岡の姿も見えます。ナンバーカード65、川田明人の姿も見えました。ナンバーカード56、石原もしっかりと食らいついています。 2000m です。先頭が 2000m を通過していきました。5分21秒18。今の1周も64秒75。なかなかこうペースが上がらないのは牽制し合っているということなんでしょうか。依然先頭を引っ張るのはナンバーカード75、トヨタ自動車のホリルフェニックス、そしてその後ろスバルのロノーシャドラックがつけています。日本人選手たちもまだ中盤あたりしっかりと食らいついています。ナンバーカード69の吉岡、そして65の川田も前の方につけています。そしてこの 5000mC はトヨタ自動車のルーキー吉井大和も出場しています。吉井ちょっと先頭との差が開いてきて苦しくなってきたか。ちょっと厳しいですね。はい、この吉岡入社して初めての 5000m、 自分がどのくらい走れるのかワクワクしている。早い展開でも自分の中でしっかりゆとりを持って最後まで粘りたいというふうに話していました。ただ先頭集団からは10メートルほどでしょうか、差が開いてきました。かなり集団も西さん縦に長くなってきましたね。ですね、やはりペースが速い展開で進んでますので、はい、そういう意味では余裕がない選手はちょっとこぼれていってますね。ナンバーカード77のニクソン・レシアが今前の方にすっと上がってきました。西鉄の選手、ケニア出身の22歳です。この外国人選手たちのスピードにしっかり食らいついていけるか。日本人選手たち、現在先頭のニクソン、赤い電子ペーサーの少し前というペースでここまでレースが進んでいます。先頭集団が今 2800m を通過しました。7分29秒30。今の1周が64秒63。決して急にペースが上がっているわけではないんですが、やはりそもそものこのペースが速いということなんでしょうか。そうですね、やはり13分25秒切るですね、ペースでちょっと進んでますので、はい、そういう意味でいくと64秒のペースで進んでいる形になりますので、ちょっと早いのかなという感じしますよね。先頭は依然としてナンバーカード77、ニクソン・レシア。吉岡君ちょっと遅れましたね。そうですね、少し後ろの方に吉岡が下がってきました。しっかりとまだ食らいついているのがナンバーカード62、花王の5年目長谷川修です。新潟県出身の26歳、13分28秒30という自己ベストを持っています。長身の選手ですね。はい、内側のあたりでしっかりとペースを刻んでいます。今の1周66秒51、少し落ちましたね。ですね、集団の縦長からですね、若干2列になったりしてますので、はい、ペースちょっと落ちてますよね。このペースの上がり下がりのある中でまだしっかり食らいついています。そして現在トップに上がってきているのがナンバーカード79、富士山の名水のキサルサクエドウィンです。ナンバーカード71、ロノシャドラックがまた前に出返すという熾烈な先頭争いになっています。レースは残り4周を切っている。ホリルフェニックスが先頭を引っ張る。すかさず外側からナンバーカード71のロノシャドラック抜き返すという、目まぐるしく先頭が入れ替わっていきます。ただ赤の電子ペーサー、13分25秒のペースよりも少し後ろになってきました先頭集団です。ここはしっかり上げていきたいですね。そうですね、ここをしっかり我慢してこないと記録はですね、出ませんので、はい、今4番手に上がってきたのがオーストラリアからエントリーしている選手ですね。
オーストラリアからのファシオニザック13分27秒71という自己ベストを持っている大型の選手も5番手の位置に上がってきました。先頭集団日本人選手は2人、ちょっと前と差が開き始めているが食らいついていけるか。長谷川修まだついていってますね。ですね、ここを我慢していってほしいですね、はい、記録出すためにですね必要です。先頭集団振り落としが始まっているんですが、長谷川修はまだ踏みとどまっています。去年世界クロカンの日本代表を経験しました。ゴールデンゲームズは2回目、去年は前回は応援が非常に力になったというふうに話していた長谷川、粘れるか。4000メートルの通過10分45秒。今の1周は64秒44かかっています。最後2分40でまとめると12分25です。さあここからさらにペースが上がっていく外国人選手たちにどこまでついていけるか。長谷川そして石原の少しやっぱ表情苦しそうですね。そうですね、我慢してますけどね、ここ辛抱強くいってほしいです。なんとかこのまま食らいついて最後また勝負かけられるかどうか。日本人選手苦しい展開。ここで今度は石原が前に上がっていきます。いやまだ諦めてないですね。そうですね、まだまだいけそうな感じしますけどね。懸命に前を追いかける日本人選手2人、まもなく先頭は4400メートルを通過11分51秒06。今の1周65秒30。若干またペースが落ちてきました。あ、苦しそうな表情ですが2人でしっかり追いかけていけるか。差が広がってきました。外国人選手たちのスピードに徐々についていけなくなってきました。高速レース男子 5000m C。 さあラスト1周の鐘が鳴らされてナンバーカード71ロノ・シャドラックが前に上がってきた。ここからさらにスピードが上がっていきます。日本人選手たちもラスト1周を切ってどこまで上げられるか。先頭モゲニです。はい、先頭集団はナンバーカード84マゴマ・ベヌエル・モゲニ、旭化成にいた選手、現在は安川電機に所属しています。ただここで外側からナンバーカード79キサルサク・エドウィンが上がってきた。ロノ・シャドラックもまだ食らいついている。3人の先頭争い、スピードを上げていく、突き放していくのはキサルサク・エドウィン。ものすごいスピードですね。すごいですね。キサルサク・エドウィン、富士山の名水2年目の選手、13分10。ホームストレート一気に加速してさらに上げていきます。13分15。どこまでタイムは伸びるか。今トップフィニッシュ13分19秒30。13分20秒を切ってきました。そして日本人選手ナンバーカード62長谷川修の姿が見えます。今フィニッシュ13分32秒3秒あたりでしょうか。日本選手権の申し込み資格記録は突破してきました。長谷川修選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。率直に今どんな気持ちですか？そうですね、まあ、日本人トップは取ったなんですけど、やっぱり今回タイムを狙っていったので、まあ、本当に厳しいレースでした。厳しいというお話がありましたが、今日のレース振り返ってみていかがでしたか？そうですね、まあ、やっぱり一番きつい3000から4000のところで離れてしまって、まあ、そこが一番、まあ、頑張らなくちゃいけなかったポイントだと思います。そしてこの延岡の皆さんの声援はいかがでしたか？いや本当にとても素晴らしかったです。まあ、走ってる最中も本当にこの応援のおかげで頑張れました。ありがとうございました。